ひまほちゃん。星、綺麗だね。そうだね。あ、流れ星。あ、また。リカちゃんとずっと一緒にいれますように。それ、流れ星へのお願い。ハルトくんたら。リカちゃんは何かお願い事した？うん、ユニコーンになりたい。え？リカちゃんとずっと一緒に。そろそろ帰る。ハルトくん、おやすみ。え、リカちゃん。
ヒレの形に切り抜いたボードに緑と水色と青の鱗を貼り付けていくわよ。モザイクアートみたいで綺麗でしょ。海模様のボードと組み合わせたら壁紙の出来上がり。それじゃベッドから作っていくわよ。貝殻の形に切り抜いたボードにカッターで切り込みを入れて折り曲げたら立体感のある貝殻になるの。お布団は水色。スポンジを包んで可愛くデコレーション。毛布は布を重ねてキラキラにしちゃいましょう。レースのついた大きなふわふわの枕、ラインストーンを貼ったキラキラのヒトデさん枕、これを置いたらベッドの出来上がり。そしてマーメイドといえばプール。ダイソーで見つけたいい感じのお皿をキラキラシートでデコレーション。青と水色の宝石を周りに散りばめてキラキラにしましょう。これでマーメイドルームの出来上がり。リカちゃんがユニコーンとマーメイドになれますように。ハルト君、リカちゃん、昨日はごめん。リカも本当はハルト君と一緒にいたいよ。リカちゃん、ありがとう。これえ、マーメイドのネックレス。うん、昨日あの後作ったんだ。リカちゃん、あらあら、それじゃチャンネル登録と今穂ちゃんの他の動画